ただの嫉妬です。皆様こんにちは、ナビゲーターのさくらです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。ムン大統領の刺客、前検事総長がついに大統領選に出馬。新さんを舐めさせられたあの元法相が早速ネガキャンを展開しているようですよ。ユン・ソクヨル前検事総長が大統領選に出馬し、早速今の日韓関係が最悪なことについてムン政権を批判しています。するとそれに対してムン大統領の中堅の一人と囁かれているチョグク元法相がユン氏を親日派だとし、怒りをあらわにしています。やはりこれは嫉妬でしょうか。そもそもチョ氏はユン氏にスキャンダルを暴露されなければこの大統領選レースの主役になっていたはずであり、今家族もろとも奈落の底に沈められているチョ氏にとってはきっと腹渡が煮えくり返る気持ちなのかもしれません。でも大統領選はまだ始まったばかり。チョ氏はともかくユン氏の今後には目を離せませんよね。こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また韓国や日本国内の反応など今日も楽しくお伝えしていきますね。6月30日付韓国中央日報によると、韓国のユン・ソクヨル前検察総長が日韓関係について理念変更的な竹やり歌を歌ってここまで来たと言及すると、チョ・グク元法務部長官が日本政府と類似の歴史意識に驚愕すると明らかにした。チョ氏は29日 SNS にコメントを載せて、ユン・ソクヨルさんに聞かないわけにはいかないと明らかにした。前日ユン氏はユン・ボンギル儀式年間で開かれた大統領選挙挑戦宣言記者会見で日韓関係改善法案について質問した日本 NHK 記者に対して、就航後で最も劣悪になり回復が不可能になるほど壊れたとし、外交は実用主義、実事求是、現実主義に立たなければならないのに理念平行的な竹やり歌を歌ってここまで来たと答えたと報じています。少し難しい言い回しがありましたが、実事求是とは事実の実証に基づき物事の真理を追求することで中国清朝の交渉学の学問精神を示す言葉です。またここでユン氏が取り上げた竹やり歌とは反日の象徴としてよく耳にする言葉なのですが、私が調べてもその詳細は分かりませんでした。ただ6月30日付韓国ハンギョレ新聞によると、竹やり歌は日本政府の一方的な半導体材料輸出規制措置で非常事態に陥った2019年7月、チョ・グク元法務長官が自身の Facebook に掲載した歌、東学農民戦争を歌った歌詞で1980年代の民主化運動当時広く歌われた、だ、とあり、以前チョ氏が日本を非難するために自身の SNS に掲載した歌だったようですが、そのため今回引っ込みがつかなくなったということかもしれませんね。それはさておき、チョ氏はユン氏に対して3つのことを聞きたいと問いかけています。その内容は、1、あなたは最高裁が出した応募公判決に同意しますか。2、日韓経済紛争の責任はムン大統領か最高裁にあると思いますか。3、韓国企業の技術が高まったという意見が出ていますが、そのことについてはどう考えているのですか、の3つです。3つともイエスと答えられるのはあなたたちのお仲間だけだと思うのですが、1、2の応募公判決や日韓経済紛争の責任云々に関してはユン氏から自身は親日であるという言質を取りたいがための誘導質問のように思えますが、それについてはこちらでも何度か取り上げていますので割愛させていただきます。ただ3の韓国企業の技術が高まったことに至っては、実際には韓国の力だけで技術発展したわけではもちろんなく、日本企業が韓国内でものづくりをするようになったり、
例えばサムスンがベルギーを経由して半導体材料を調達することが増えるなど、他力本願が目立つかなりお粗末な結果になっています。実際に車載半導体に関しては自国生産することが全くできず、例えばヒュンダイ自動車はルネサスから爆買いしてますし、もし諸氏が望むように日本と国交断絶することがあれば、韓国の半導体産業は早晩に行き詰まり、韓国の技術とやらも即廃れることだと思います。さてユン氏の対日政策ですが、自称慰安婦、応募校、安保、貿易問題などを全てのテーブルに乗せて話し合うそうです。これを見る限り今までの左派政権とは違い、ツートラック外交という名のいいとこ取り外交から脱するという面では評価できるのですが、いくつか解決済みの問題もしれっと上がっていますよね。自称慰安婦や応募校といった問題はすでにボールは韓国側に渡っていますので、向こうで解決するべき問題です。なのでこれだけを見ると今のムン政権と何ら変わりがありません。幸い自称慰安婦や応募校に関わっている市民団体は全て左派系なので、韓国伝統の赤兵生産という名の粛清の一環として、本当にこの問題を解決したければ政権交代後には現政権の罪を暴き、自称慰安婦なり応募校なりに配ればいいだけだと思います。またユン氏は外交安全保障に関しては外相と防衛省の2プラス2だけでなく、そこに経済を加えた3プラス3での協議体を立ち上げて協力していこうとしている模様です。ムン政権は安保と経済は別という2トラック外交を行っており、それによって外交関連はボロボロになったのですが、ユン氏は安保と経済は一体ということだけはちゃんと理解しているようですね。それにしてもムン大統領はノムヒョン政権下から政治に携わっており、全くの政治経験がないにもかかわらず、ある種担ぎ上げられる形で大統領選に挑むことになったユン氏とはその経緯がかなり異なります。にもかかわらずムン政権は政治素人でもわかる安保と経済は一体ということがまるで理解できていないあたり、与党共に民主党には経済音痴しかいないとしか思えません。ところがユン氏が清廉潔白な身であるかというとそうでもなく、自身の疑惑について書き綴られたユンソクヨル X ファイルたる怪文書が出回るなど、なんだかきな臭い事態になっています。この X ファイルの言い出しっぺは政治評論家のチャン・ソンチョル氏なのですが、このファイルには20件もの疑惑が書かれているとか、自称慰安婦問題でその渦中にあるユンミヒャン議員の疑惑が軽く吹き飛ぶなど、話を聞く限りではかなりヤバそうなのですが、肝心の内容に関しては名誉毀損に当たるからといって明かされていません。現時点ではこれ自体がかなりうさんくさい代物のようですね。しかし韓国において真実は見つけるものではなく作り出すもの。もし極左であるイジェミョン景気道知事あたりが晴れて大統領に当選した暁には X ファイルに基づいた人民裁判が執り行われるのは明白です。つまり来年の今頃にはムン大統領かユン氏のどちらかが牢獄に入っている可能性が極めて高く、それだけに両陣営ともに命がけで選挙に臨んでいると言えますね。今回のニュース、韓国からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。ユンソクヨルは隠れ日本人です。だから彼を絶対に大統領にしてはいけません。奴が大統領になるくらいなら、まだキム・ジョンウンが大統領になった方がはるかにマシです。独立闘士ユン・ボンギル博士の記念碑の前で講演したのですか？ユンには人間の心がないのですか？私はかつて忖度しない捜査をしていた彼を支持していたのですが、今は全く信用できない男です。ユン氏は裏切り者です。博士が草葉の陰で泣いてます。なぜここで決意表明をしたのか私にも全く理解できません。彼の政策の説得力を国民に示すためには、野党と一線を画した存在になることが必要です。古代の政治に聞いても答えなんてありません。
愚か者同士の足の引っ張り合いですね。玉ねぎ男がかつてのユン検事総長に叩きのめされたことをずっと根に持っているせいで、そのような世まい事を言っているのでしょう。でも周りから見れば面白い見せ物ですよね。ムン大統領、このまま行くと後継のイジェミョン氏が落選する可能性も出てきましたよ。それを避けるためにも早くユンソクヨルを逮捕してください。いつものように罪状など適当に作ればいいだけだし、最悪はオールマイティに使える国家転覆罪でも適用すればことは丸く収まります。以上は韓国からのコメントでしたが、日本からはどのような声が上がっているのでしょうか。誰が大統領になっても政権支持率が下がれば上げるために反日に転じるし、ある程度日韓関係が改善したとしてもそれを利用して自称慰安婦問題などで日本の歩み寄りを求めてくるので、改善など土台無理。むしろ文ちゃんのように明らかな反日政策を取ってくれた方が日本としても厳しい対応ができるので、できることならこのまま文ちゃんが大統領でいてくれた方が日本にとっては都合がいいと思います。自称慰安婦や応募校問題を一つのテーブルに上げて協議するなどそもそもできません。もともとこの問題は過去のもので、今は存在しない代物です。結局蒸し返して日本に譲歩させようとしているだけ。一体いつまで日本にたかれば気が済むのでしょうか。結局この人も現政権と同じで、日本に妥協を要求するだけで自分からは何もしない人。納得できる対応をするまでは日本は無視し続ければいいのです。解決済みの案件までテーブルに載せるというのは今の政権と変わりません。解決済みの案件とそれ以外を切り分けて考えるという以外は認めてはいけません。でもきっと日韓議連の連中たちはこれ幸いで、韓国と関係改善を図ることを目指しているのでしょう。すべてをテーブルに載せるなんて現実的ではありません。不可逆的に解決済みの案件をわざわざ交渉テーブルに載せる必要はありません。もう一度出直してきてください。一見まともそうに見えるんだけど、解決済みの問題を議論する気は日本にはありません。レーダー照射や竹島の不法占拠、日本国旗に対する侮辱など、日本に謝罪することはたくさんありますよね。応募校や自称慰安婦問題を自国内の問題と捉え直し、上記問題に対して日本に謝罪する意思がない以上、大統領は誰がなっても同じです。粛々と談判を進めるべきだと思います。ユン氏はムン大統領と比べたら相対的にまともには見えるものの、自称慰安婦や応募校問題に関しては未だに解決していないという立場を取っているようです。もっとも国内世論が支持しているこの一線を外せば、いかに一番人気のユン氏といえど大統領選に勝つことは難しく、個人的にはここに韓国の限界を感じるように思います。おそらくユン氏は典型的な擁日派であり、野党国民の力と立ち位置はそこまで変わらないので親和性は高く、このことにより国民の力のバックアップは全面的に受けられるでしょう。しかしムン大統領の政策によって日韓関係は行き着くところまで行ってしまっており、擁日派の発言は韓国国民にとってはむしろ夢みたいな絵空事に聞こえるかもしれません。わずか4年と少しで日本と仲良くしようという主張を極めて非現実的なものに持っていったあたり、ムン大統領とその愉快な仲間たちはこういうところだけは実行力があるのですね。皆様のご意見、ご感想お待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。